まして、ゲームスタート。はい。おい、ゲームスタートはスタートだろ、なぜロードだよっていうね、突っ込みたい気持ち、これは抑えてください。おい、もう早速ハッキングされてできねえじゃねえかと思うでしょ。これね、多分ギリギリ復活する、あなた目のベロがね、まだそんな出てないでしょ。これぐらいまでだったらギリギリいけるかな。読めたね。読めない時はない。振り落とされるなよ、モモ。今ゲームが始まった瞬間です。はい。盗んだバイクではありません。はい。僕のペースで、オートモードを使わずやらせてもらいます。ブラボー1、12秒後に南台交差点にてターゲットとコンタクト、直前の道を右へ曲がる確率 88%。 ブラボー1、ターゲットの右折を確認したら南へ60メートル進め。ブラボー1、了解、ターゲットの右折を確認、南へ60メートル進む。11秒後に再度ターゲットとコンタクトします。ブラボー1、手を出さずその場に待機。ターゲット再度右折。アルファ2の現在地は環状7号線を南下中、約10秒で中央線高架下を通過。方南交番横まで急ぎ前進させろ。ブラボー1は引き続きその場で待機。ターゲット28秒後に方南町交差点に出ます。直進する確率 61%、 左折する確率 24%。 まあ確率についてのことは言いませんが、当然 GPS のこととかは分かってますよね。ご存知ですよね。はい。こちらアルファ2、60秒はかかります。グレイパーへのモービルコネクタはどうなっている。ダメです。秒単位でターゲットのアドレスが手動で切り替えられており。モービルは乗り物のことだね。成功するまで続けろ。こちらライノリーダーアルファ2、ターゲットが見えなくても構わん、威嚇射撃を実行せよ。街中でですか。街中での発砲はさすがにまずいのでは。構わん、責任は俺が取る。了解。アルファ2、聞いた通りだ。アルファ2、威嚇射撃を実行します。ターゲット6秒後に方南町交差点、3、2、1、左折、環状7号線を南下開始。この辺に住んでる人面白いよね。ブラボー3は甲州街道にて配置完了しています。モービルコネクト成功、ターゲットのシステムに侵入しました。よし、大丈夫、動きを止めろ。了解。チェックメイト。どうした。ターゲット停車、大原交差点中央。モービルコネクトによるハッキングはまだ実行していません。バカな、バカーンって止められるんですけど、その前に止まったってことだと多分思うわ、まあでもそれを予言してたとも思うんです。なんかすごい装甲車出てきましたけどね。なんか主人公のポロン君を追いかけてるにしては女の子となんか仰々しいなっていう。読んでくださいね。はい。あの画面小さい人は画面大きい画面にすれば読めると思います。はい。そうだ、上空で待機だ、降りてくるな。相手の動きが読めん。ウラノスがどういうお供だ。よう。自分から止まったのは利口だったな。強がんなよ、実はホッとしてるんだろ。あれ、山本さんいるじゃん。またあいつ自分宣伝しに来たな。俺みたいなガキに手こずっちゃって、軍人としてのプライドがズタズタだろうからさ。なんでお前はそんな余裕やねん。甘く見たな、俺はスクリプトキディじゃないぜ。その娘を渡せ。モモは
あんたの所有物じゃない。渡せと言っている。せめて交換条件ぐらい提示しなよ。こっちにメリットがあるって判断したら検討してやってもいいぜ。あー、グレイパーってバイクです。さっき乗ってたブーンブーンです。ああ。この分は後できっちり君に請求させてもらうからな。まあもちろん動きもそうですが、表情等々、まあ 3D に負けじ劣らず、逆にこれ以上 3D にしてくるくる回してもしょうがないんで、というところまでは動くような作品になってます。ごめんね、こんなに喋るの最初の方だけだから。お前は自分の立場が分かっていないらしい。選ばせてやる。一生無所暮らしか、ここで事故死として片付けられるか、どっちが望みだ。どっちも嫌だね。俺のワイプいいよ。ここになんかあるかもしれないから、一旦どかしとこ、うん、今のお前の未来はこちらが握っているんだぞ。俺の未来を？そのごついトランスヒューマニズムの塊で？まあ未来はね、いろいろつけて強くもできますからね、未来ね。甘く見るなよ。来るか、セーブ&ロード。もうか？いいか、今からきっちり51秒後、あんたのその腰にぶら下がってる無線機が鳴る。お？何？そこであんたは隊長にもかかわらず命令されるんだ。今すぐ撤退しろってな。相手は政府だ。で、俺は動揺するあんたの隙をついて桃と一緒に逃げるわけだけど、当然あんたは追いかけるよな。でもそれすら無駄に終わるんだ。あんたはちょうど通りかかった車に轢かれてぶっ倒れるからさ。それが俺の望む未来だ。いやー、ない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 。なんだそれは。51秒後に撤退命令？車に轢かれる？あまりにもデタラメで笑えてくるな。この時代の車、自動ブレーキおね、当然ですからな。あれ？ちょうど51秒後ですよ。まあ僕のボタンのさじ加減次第ではあるんですが、はい、ちょうど51秒だ。出なよ、軍。こちらライノリーダー、どうした？隊長、撤退命令です。ことなかれ主義の政治家連中が今さらビビったようで。だがターゲットは目の前に。あんたらが派手にやりすぎたからだよ。自業自得ってこと。じゃあそういうことで。おっと、漫画になったよ。この辺をアドベンチャーの立ち絵でやるのは難しいだろうと。もう逃げ場はないぞ。スタッフ全員がアホみたいにこだわって作っています。はい、乗れ。おっせえよ、オズのおっさん。あ？おう、出せ。あ、レトロだからね。なるほど。本当にこうなるなんてな。レトロマニアだよな。本当にこうなるなんてな。そうそう、なんでこんなことになってるんだ。お？さあ皆さん、僕の計算によれば、目を閉じてじゃない、目を開いて、この世界は間違いなく、ましょう。数式でできている。比率は1:1.618。いつだって同じ、その繰り返しだ。見慣れた景色、
無秩序に見える世界。フィボナッチは何一つ間違ってなかった。ひまわりもカタツムリも雲の渦だって海流だって宇宙銀河だってそのすべてが同じ法則で成り立っている。つまりすべては数列の集合体なんだ。もちろん動物だって人間だってそう。神様はきっと天才数学者に違いない。この世界には僕という個体すら存在しない。それはただの概念に過ぎないんだ。僕はそれを証明してみせるよ。それじゃもう始めるよ。そう、まあ、見たくない飛ばして、すいません、はいはい、時と場合によっては僕がトントンってボタンを押す時もあります。